阪神のジェレミー・ビーズリー投手が8日の西武戦、甲子園、に先発登板し、4安打3四球6奪三振1失点の投球内容で完投。チームを4対1の快勝に導き、今季3つ目の白星をゲットした。右腕は今季ここまで4試合に先発登板し、防御率は0、69。圧倒的なパフォーマンスで、今やベンチからの信頼を勝ち取りつつある。 トラ先発投手陣の分厚い選手層に阻まれ、開幕は2軍スタート。今季初登板となった5月18日のヤクルト戦、甲子園では5回72球にアンダム失点と余力を十分に残しながら、系投策へスイッチされた。だが、この日は打席が回ってきた4-0の終盤8回に、完封したいと岡田監督に直訴したことが受け入れられ、最後までマウンドに立ち続けることができた。 信頼は上がっているかな ?8 回をしっかり三者凡退で投げきったことで次のイニングももらえた。長いイニングを投げるのは好きなんだ。虎のガチムチ陽キャ右腕は試合後、満面の笑みで試合終盤の一幕を振り返った。9回に1点を失ったことで完封勝利こそお預けとなったが、完封したかった。オフコース、笑い、それでもチームが勝つことが一番。昨日、 今日と違うチームになったように、みんなも生き生きしているし、このまま勝ち進んでいけると思う。爽やかな笑顔でチームの勝利を何よりも喜ぶと、捕手の梅野さんも本当にいいリードで引っ張ってくれた。勝負所で併殺も取れたしね、と女房役へ感謝の言葉を送ることも忘れなかった。岡田監督も試合後は開口一番で、今日は本当にビーズリーに尽きると右腕の力投を称賛。 ここのままずっとうういい姿を見せて欲しいあのスライダーというかカットも含めて相手打者は全然タイミング合ってないもんな。だからまあある程度球数いくまでは変える必要ないわなと信頼の意を示した。